どうも、愛知です。今回は本の紹介していきたいと思います。いつもはですね、最近これ読みましたって言って、こんなんでしたよっていう話をするんですけど、今回は、ちょっと今までとは違くて、昔読んだ本で、ぜひみんなに紹介したい本。特に、今夏休み前なので、読書感想文が夏に宿題出る方いらっしゃいますよね。でその読書感想文の本の選択肢の一つに、ぜひ入れていただきたい本を紹介させてもらいます。で、ちょっと実物がですね、持ってたはずなんですけど、今家探したらなくてですね、ちょっとパッて見せられないんで、ちょっと画像で出しますね。こちらです。重松清先生の君の友達という作品です。以前どっかでもしかしたら話をしたかもしれないんですけど、自分重松先生の本がすごい好きで、よく読むんですけど、その重松先生の話の中でも一番好きな。てか全部の小説の中でもおそらく一番好きです。この作品が。ってぐらいに、実際に塾講師にやってる時も、自分の生徒に結構紹介して、なんだろう、これ読んでごらんみたいな感じで紹介をしたものなんですが、ぜひ読んでいただきたい。で、これはですね、タイトルに君の友達って、書いてあるように友達の、学生の友人関係の話になります。で、あんまり話すとね、ネタバレになってしまうのと、自分は実物がないんで、ちょっとうろ覚えになっちゃうから、もしかしたらストーリーちょっと違ったかもしれないんですけど、いろんな登場人物が、メインは二人の女の子なんですけど、ただ、その二人の女の子を取り巻く環境、いろんなね、クラスにもいろんな子がいるわけじゃないですか。で、いろんなこと、こういうタイプの子、こういうタイプの子、いっぱいいるんですけど、その二人が主役にはなるんですが、その子、他のクラスメイトのこの子を主役にした章、この章ではこの子を主役で話を進めていく。で、次の章ではこの子がメインで話を進めていく。でも、クラス全体の話なので、最後は全部が一緒になって繋がっていく、みたいな話です。で、非常に読みやすい。自分がまだそんなにも本を読まなかった時期でも、スッて終わったもんね。で、多分このスッて終わったのは、その、視点が、主人公とか視点が、この子の視点って変わっていくので、すごい入り込みやすいんですよね。で、あと自分は、友人関係にもともとすごい悩んでた人間なので、それで、どんどん、重なったっていうよりも、入り込んでいったんですよね。その世界に。そう。だから、皆さん全員がね、読んだ時に全員がいいっていうね、本ではないとは思うんですよ。で、特に島津先生の本っていうのは読んだことある方もわかると思うんですけど、かなり癖が強いです。島津先生の本。全体的に。で、癖が強かったりとか、あとは、ちょっと切り口が鋭かったりとか、で、あとはアダルト要素がちょっと含まれたりするんで、自分のね、生徒にもなかなか進めにくかったんですけど、この君の友達に関しては、もうすごい進めてました。で、実際どんな子に読んでほしいかっていうと、もちろんね、みんな読んでほしいなとは思うんですが、今友人関係で悩んでる方、そして、友人関係に特にこう悩んでるわけではないんですけど、友達って何なんだろうみたいな疑問がちょっと頭の片隅にある方なんかが読んでもらえると、ヒントっていうわけではないんですが、何か得るものはあるんじゃないかなと思います。さっきも言ったように、いろんなね、この視点から書かれているので、多分、この子の気持ちはわからないと。この子、そういうこと考えるの？へー、みたいになるんだけど、この子の視点は、わかるわ、みたいなのがあったりする。で、本当にね、最後はこう、気持ちよくまとまるというか、話が繋がっていくので、読んでよかったなというか、爽快感でちょっと言葉が違うんですけど、読んだ後にすごいこう、なんか残るものが大きくてですね、なのでよかったら読んでもらえたらと思います。これからね、もう決まってる方もいるかもしれないですけど、読書感想文の本、どうしようかななんて悩んで、本屋さんでね、こう探す方もいると思いますので、もう結構前の本なんで、文庫になってます。ちっちゃい本に、もうなってるから、それだったら700円ぐらいかな。で、買えると思いますので、よかったら選択肢の一つに入れてみてください。